クです。今日はね、Vlog カム、使って、ここ最近ずっと動画撮ってるんですが、ここ最近撮ってみた感想をお伝えしたいと思います。それではスタート。私の方ではね、設定とか全然使いこなせてなくて、正直撮るときも基本オートで撮ってるし、もうね、商品紹介するときとかも、商品紹介のモードに全部切り替えてお任せにしちゃってるんで、その点はすごく、設定は本当に初心者の方で慣れなくても触れるという点では、とても、便利なカメラだなと感じてます。ここ最近撮ってる動画ね、Vlog カム買いましたっていう動画以降は、この Vlog カムで撮影してるんですが、画質もね、そこそこ綺麗に撮れてるんじゃないでしょうか。で、外に持ち出してないので、正直ね、室内でこうやって喋って撮る、三脚を立てて撮るっていうのが私の今のメインの使い方です。今後はもうちょっとね、いろんな使い方していきたいと思うんですが、この三脚を立てて喋る。あと、レビュー、商品レビューをする。っていうのに関しては、とても使いやすいカメラだと感じてます。お値段もね、本当に給付金が全部飛ぶぐらいのお値段だったので、安くはないんですが、後悔はしてないです。本当にさっきもやってたんですけど、こうやってね、レビューするときに今までだったら、自分の顔が映っちゃうと、自分の顔にピント合っちゃうんで、やりづらかったのが、自分の顔が映ってても商品にこうやってピント合ってくれるのですごく助かります。もっと小さなもので試してみると、こういったものでも、全部自動でピント合ってくれるので、これはね、レビュー動画をしたい人には本当におすすめのカメラだと感じてます。で、またほら、私の方にピントが今戻ってます。これは使いやすいなと。買ってよかったなと思いますね。他にも、今私、クーラーつけた状態で撮影してるんですけど、クーラーのね、この音、たまにこう、自動的にグオーってなったりするんですけど、これね、上についてるモフモフのおかげなのか、ほとんど拾ってないんじゃないかなと思います。だからね、室内での撮影、普段だったらもうクーラーの音雑音入っちゃうから気になるからと思って、クーラー止めて、もう短時間勝負で暑い中、我慢して撮ってたんですが、それもね、必要なくなったのが、助かってます。で、その一方でね、ちょっとね、次、なんとかなんないかなと思うところもあります。一つ目が、これね、ソニーのカメラ、どのカメラでも言えるんですけど、バッテリーの持ち、これは本当に弱い、苦手としてるんじゃないかなと思います。他のカメラを私比較でそんなに使ったことないので何とも言えないんですが、結構さっき言った通りクーラーつけてる部屋で撮ってるんですが、本体もそこそこ熱くなりますし、で、私土日にまとめて3本とか4本とか、動画撮影してるんですが、バッテリーがね、やっぱり1本途中で絶対なくなりますね。実はね、お蔵入りした動画がある日もあるので、3回ぐらい、もう今週で3回目なんですけど、こうやって撮影してると、途中でね、バッテリーが切れます。なのでバッテリーはね、ずっとこう、充電しながら待機してるものを1個用意した状態で、今撮影してて、で、話してる途中で画面のね、右上に赤いマークが出てきて、もうバッテリー切れますよって出るんで、
わー、切れるなーと思ったら、のじょ、プツーンと落ちるっていう。そう、正味1時間ちょっと、2時間ぐらい撮影してて、2時間ぐらい撮影してると途中でやっぱりもうバッテリーが切れちゃうなと思います。ということで、この Vlog カムを購入予定の方で、例えば1日にね、まあ、1時間以内の短い動画しか撮りませんと、外にも持ち出しませんよっていう方であれば、最初から付属のバッテリー1個で十分だと思うんですけど、外に持ち出す予定がある方とか、あと長時間回す予定がある方であれば、私みたいに複数バッテリー買っといた方がいいと思います。とソニーのアクションカムの A300 の時に、バッテリー私予備で複数購入してたので、でさらに今回も追加してるので、かなり十分予備があるので安心はしてるんですけど、やっぱりね、必要です。もう皆さんにこれをお伝えしたいです。ソニーの Vlog カム、買って、外に持ち出す予定がある方は絶対バッテリー買ってください。本当に言えます。だって外での撮影って絶対そんなにね、1本1時間以内とかで収まるのかな？収まらないことってあるじゃないですか。ずっと撮ってて30分ぐらいの動画撮って、また別のシーン撮って30分ぐらい撮ってとかってやってたら、本当にね、ドキドキすると思うので、本当にバッテリーが持たないです。二つ目の弱点。そのバッテリーとメモリーカードを、入れる部分っていうのが、そこに、あのカメラのね、下の部分、そこにあるんですけど、そのすぐ横にカメラの三脚穴があります。なので、例えば、その途中でバッテリー切れましたってなると、一回三脚外して、バッテリー入れ替えをしなきゃいけないんですね。なので、外で撮影するときに、まあ、こちらのね、このグリップ、三脚にもなるグリップをこれ使う予定のある方は、まあ、バッテリー切れるたびにこれ外す必要が出てきますので、ご注意ください。結構ね、ああ、いいとこでバッテリー切れちゃったって、すぐバッテリー変えようと思うときに、これ外してるのすごいもどかしいです。自宅でもそのバッテリー切れたっていうときに、いちいち三脚外してるので、画角がね、どうしてもずれちゃうんですね。私、三脚置いてるところ、大体の位置は合わせてるんですけど、バビってないので、まあ、ずれちゃったりとかするし、あと、で、三脚の角度もね、その時にうっかりこう、首の角度とか変えちゃうと、もう、動画のね、画角変わってしまうという、最悪な状態になるんでね、まあ、そうだな、どうしてもカメラの重心とかっていうのを考えた時に、そこの位置に三脚穴を持ってくるしかなかったっていうのはわかるんですけど、これなんとかならなかったのかな、とは感じてます。その他なんですけど、まあ、これね、一応、コンデジサイズなので、コンデジの入るケースとかであれば、ほぼ、まあ、ケース、ソフトケース入ると思うんですけど、たまにね、入んないケースあるみたいで、私、この間買ったちょっととあるケースが、もうすごいパツパツで入んなかったんですね。で、上のマイクのところをつけてるの、から余計に入んなくって、それすっかり忘れてて、ソフトケースなり、ハードケースなり、ケースを買うつもりの方は、ちょっとサイズにご注意ください。まあ、注意点はね、バッテリー周りだとか、その三脚周りのところっていうぐらいしか今のところは思いつかないんですけど、それ以外は本当に、こうやってね、Vlog 撮ってみたり、商品レビューしてみたいとかっていう方には、いいんじゃないでしょうか。今までね、私、使ってたカメラ、こういう室内で撮るのってハンディカム使ったりとか、もちろん iPhone で撮ってた時期もあるんですけど、本格的に撮りたいけど、でも、まあ、まだ、
そんな高いカメラまではなっていう方の、初心者と上級者、まあ中級者の間ぐらいでいけるいいカメラじゃないでしょうか。もうちょっとね、設定使いこなせればいいんでしょうけど、あ、まだその設定を使いこなすほどの数取りこなしてないので、今後また使っていきながらね、こんなことがあったよっていうのを話していきたいと思います。それではまた。チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に SNS、ゲーム実況チャンネルのリンクもありますので、そちらもご覧ください。それではまた。